はい、どうも不明だよです。今回ですけれどもセレクトボックスを引いていきたいと思います。で、今回はねメイン赤なんですけれども、3回連続ねセレボを完売させるということで、あのコインがねめちゃめちゃやばいんですけども、450万しかないんですけれども、ちょっとぶっ込んでいこうかなと思っております。ただスキルマーがね結構多いということで、まあ、今ねこんなラインナップなんですけれども、まあね、ユケルがあれですけど、自分はねスキルマーが多くて、サマーオラフ、カール G さん、ヤングジャックスパローがスキルマーじゃないです。なのでこれをスキルマー作っていこうかなと思います。まだただそれだけの動画になってしまうんですけれども、まあ、ちょっとね雑談しながら引いていきたいと思いますので、まあラジオ感覚でね聞いていただければいいかなと思います。で、カール G さんがスキル4の 57% で、ヤングジャックスパローがスキル3の 75%、オラフがスキル5というところです。まあ多分ヤングジャックスパローが一番最後なんじゃないかなと思います。では引いていきたいと思います。300万は使わないと思うんだけど、250万ぐらい消えるんかな、200万ぐらいになっちゃうかな、やばいな。で、ちなみにあのすいません、あの自分ねスキルマのスキルマっていうかさ、あのスキルレベル6の、ツムの数をね初めて数えてみました。はい、自分ねあのまあ2年前じゃないな、1年半ぐらい前かな、ちょうど自分ねあのユケルとかあのジャマレが出た時に配信をツムツムの配信を始めたんですけれども、あのその時はスキルマねジェダイとあのサプエルしか持ってなかったんですよ。はい、これ驚きでしょ。あ、もしかしたらね常駐で何個か持ってたかもしれないです。多分ティンカーベルとか持ってたかもしれないですけど、それぐらいもう持ってて5体ぐらいだったんですけども、このねこの1年半ね、まあ、ツムツム配信者ということで、まあ、結構ねツムツムやってたんですけれども、これがねすごいよ。なんとね今現在ね138体です。138体います。スキルマスキルレベル6、まあ、スキル3とかを含めてしまうともうちょっと いると思うんですけれども、はい、スキル3とかスキル4のねツムも入れればそれぐらい もうちょっとね伸びますけども、まあ、スキル6限定でいうと138体ということで、で今回これでね3体ツム追加されるんで141体になります。いやー、もうね自分はこのメインアカ全部スキルマーにすることを目標にしてるんですけれども、あの毎回セレボをね完売させていくつもりで頑張っておりますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。そして関係ないけどチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お、まだ400万来てないでね、自分ね実はねこのセレボをちょくちょく引いてたんですよね。で、昨日とかちょっとね嫁が体調不良だで、で自分ねスキヤに夕飯買いに行ったんですけれども、そのスキヤに行ってる間にめちゃめちゃガチャ引いてたんですけど、その時もね30万ぐらい引いたんかな、30万以上引いてたんですけど、そっからねまた50万ぐらい頑張って稼いだんで、頑張ったっす。ただ来月はやばそう。さすがに来月はねセレボ完売無理そうですわ。ただね今月はあともうピックアップしかないんで、そう考えるとすいません咳がね治んねえんですよね、マジで。薬1週間飲んだけどね全く良くならんかった。結局また行こうかな、同じ病院だと。同じ病院じゃないとさ初診になってまたお金かかっちゃうんで、同じ病院行くと思うんですけど、まあ同じ病院行った方がいいんかなね。まあ謎ですけどねこの咳はね。でもね肺が悪いんじゃなくて、この気管のところがちょっと炎症してるっぽいって言ってた。なんかねあの聴診器当てるとピーピー言ってるらしいんで、なんかそんな感じらしいです。やっぱでも喘息とか喘息とは言われてないんで、まあ、その辺は大丈夫かと思うんですけど。よし、サマーオラフが、おー、早くもスキルマ早くない
早くない？サマーガルフ。めちゃめちゃ早くない？あれ？これもしかして300万ぐらい残る？もしかしてだけど。300万ぐらい残るかもしれん。やったぜ。ヤングジャックスパロー多分 5% なんだよね。おそらく、スキル5から6が20体必要なんで、きつそうだよね。カール G さんはね、多分 7% 上がりですね。これ35から42。ほら。だからカール G さんはね、OK。OK。そうなんですよ。で、あとはヤングジャック・スパローがスキル5の時、6% 上がりで来てほしい。7% ってことはないと思うんですけど、でもね、これ出た時って多分これがメインツムだったと思うんで、多分 5% なんですよね。さあ、どうだ。ヤングジャック・スパローさん。6% だ。やった。やった。コインの消費が。すいません。やった、6% か。やったぜ。ヤングジャック・スパローってさ、確か矢印がさ、時計回りだか反対回りだか、どっちか忘れたですけど、矢印の方向に、確か消去してくれるみたいな、ちょっと特殊なスキルなんですよね。強いっすか？強いっすか？自分ね、使ったことないっす。低スキルでしかね。なのでね、強いかどうかわかんないんですけど、まあ基本的にね、弱いはず。ジャイロで斜めライン消去してもね、多分ね、野獣とかと比較すると弱いと思うし、多分、矢印がさ、斜めに、なるまでさ待たなきゃいけないっていうスキル演出の長さとかもネックになってくると思うんで、まあね、そこら辺考えてもって感じですよね。でヤングジャックスパローよりさ、普通のさジャックスパローの方が強いんじゃないかな。さあ何万残る。いやでもね、マジで、いやー、俺久しぶりにメインアカこんな減ったんだけど、絶望だな。こんな減ったのマジで超久しぶりなんだけど、絶望になってしまう。あれ、もうカルジーさん卒業した？しないよね。しないよね。ずーっとヤングジャックスプロが出たからさ。ヤングジャックスパローが先にスキルマンになるなんて落ちないよね。まさかの。さすがに、あと1体だからさすがにないな。ありがとうございます。ということで、あとはヤングジャックスパローで、合計141体のスキルマンを作ることができます。やったぜ。最近ね、本当にスキルマー作れる数が増えてきてるんで、で、プレボもね、完売してるんで、毎回ね、スキルマー新ツム作れるっていうね、この状況まで持ってこれたっていうのがとても嬉しいですよね。しゃあ、あと2体でございます。ありがとうございます。よし、3回連続セレボ完売。ありがとうございます。よっしゃよっしゃよっしゃ、ありがとうございます。ということで、スキルマックスになりました。284万まで、いや200万台いったの超久しぶりだぞ。きついね、めちゃめちゃきついね。うわいや、こっからまた45万はなくなるのは確定してるんで、まあ7月の新ツム来るまでにまた頑張って1000万を目指してね、頑張って貯めていきたいね。はい。ただね、サブツムね、サブアカとかね、海外版もね、海外版が特にねサボっちゃってるんで、海外版も頑張りたいんだけど、メインアカがこの状態なんで、まあ、ちょっとメインアカをメインに、まあ、引き続きツムツムを頑張っていきたいと思いますけれども、はい、という感じで、皆さんもね、コイン稼ぎ頑張って、まあ、セレボでね、いい積み来たらめちゃめちゃ引いてですね、その間に、まあ、常駐がだんだん育ってくるんですよね。まあ、それでね、プレボ
で、新ツムが強いとき来たら、この、なんていうんですかね、引いていくとまた常駐が上がっていってっていう感じで自分はプレボ完売させたんで、まあ皆さんもね、その方法でやると、まあ効率がいいんじゃないかなと思います。基本的には共通に来るまではスルー。で、ピックアップは、スキチケは回収というところでやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでまあ、3回連続セレクトボックスを完売させたということで、来月も頑張って完売させるようにコイン稼ぎ頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。